試合前の始球式では、大谷とデコピンがグラウンド出てマウンドに向かうと、ボールとデコピンを置いて大谷はホームベースへ。大谷が合図するとデコピンはボールを加えて大谷へ一直線。異例の形の始球式は大成功で、場内からは大きな歓声が巻き起こり、大谷も笑顔だった。すると大谷は1打席目で42号先制先頭弾を放ってみせた。犬の始球式という異例の試みを大谷は練習は2、3週間。1回ここドジャースタジアムに来て予習もしましたしと明かし、練習については遊びながらやっていましたとした。デコピンの働きぶりについては素晴らしかったですね。いいおやつでも買ってあげたいと思いますと合格点を与えていた。あんな大歓声に臆することなく自分の役割を完璧に果たす。どこまで飼い主に似てんの？うちの犬なら、間違いなくグランド走り回るか、怯えて微動だにしないかで終わるだろうな。デコピンすごすぎる。利口さもさることながら、大観衆を前にしても全く物おじしないご主人様の強靭メンタルまで受け継いでるデコピン。最強。周りの雑音歓声を気にすることなく、一直線に大谷選手の元へ走っていった。やはり、飼い主に似るんだなわら。歓声の中じっと落ち着いててすごいなデコピン。なんて可愛い犬。そして大谷の愛情たっぷり注いでいるのがよくわかる。おまけに先頭打者ホームランとか、もう人としての領域を超えている。それを本番で成功させられるのがすごすぎる。マウンドで練習したわけでもないだろうし。マウンドから、大谷くんがホームベースに行くまで、待てができているのがすごいと思った。あれだけの大観衆の中、練習通りできて素晴らしい。可愛さも賢さもたまりませんね。3週間の練習が実を結び、見事なファーストピッチでした。